はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハルです。ジェット大輔さんの若かりし頃の写真に私もちょっと乗っかってみようと思います。昔の写真を探してましたら、中学3年の時に作ったこのアルバムが出てきました。フィルムで覆われているので結構保存状態が良くてちょっとびっくりしたんですけど、エンデバーが最初に飛んだ1992年に作ったやつなんですよね。エンデバーってね、エンデバー努力っていうんでしたっけ、してないけど。中学校から高校までの写真がこんな入ってて、まあ、全部はちょっと、ね、恥ずかしくて見せられないんですけど、これ、中学校ですね。これ中学3年ぐらいかな、中学2年かな。若いなあ。あと、中学校の時はね、目が悪くてですね、メガネかけたりしてたんですけど、卓球のね、試合の写真とかね、難しいな。中学高校とチャギ&アスカが好きだったんですけど、その頃の格好がこれですね。これ全部デニムですよ。デニムデニムデニム。髪型もなんかおかしいしね。これ高校2年ぐらいかな、高校 2,3 年の頃ですね。あとやっぱね、やっぱ痩せてましたよ。昔は小食だったんでね、すごい痩せてました。肌もやけに白いですよね。基本的にね、あんまり面白い写真は僕はないですね。ああ、これ相当前のが出てきたな。これ何歳だろう ?3、4歳かな。ああ、こうやって見るとなんかうちの子供に似てんな。はい、てなことで、こんな具合ですけども、私の昔の写真をちょっとお見せしました。なんか恥ずかしいですけど、こうやってみんなで見せることで、なんか恥ずかしさ紛らわせて、たまにはいいですよね。皆さんもぜひやってみてください。